はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル魔術師、編ですね。じゃあ前回で王の器を手に入れましたので、棺の祭事場から、下に降りて王の器を捧げましょう。こっちじゃないで、一番最初はね、公爵の書庫に行きます。さよなら。一周目とかこれやり忘れてね、巨人墓場途中で帰ってきたからね。ちなみに今回もね、忘れそうになって、一回アモールロンドまで転送して行こうとしたらまだ捧げてねえじゃんっていうのに気づいたので、じゃあこれを、捧げることによって、4つの、門みたいなのがね、開きますんで、ここは転送ができるのでアーノールロンドに行きましょう。公爵の書庫もね、結構苦手だからね。本当はね、この月光町の槍をもう1段階鍛えたかったんだけど、いかんせんデーモンのくさびを使うからね、デーモンのくさびがないんだよね。ちょっとこいつらはシカトしていきましょう。でこのイノシシはね、できるかな、123 全然ダメだ123ローリングみたいなのみんな言ってんだけどできない。これはいらない。横着しないで倒していく。どうだ、え、17、待って、いって、すっげえ食らうんだけど、痛い。これは逃げた方が良さそうだな。退散しよう。お、来てる怖え。あ、来てるこいつは横抜けられんじゃないか。抜けらんねえし、え、引っかかってる。早くかかり火を、できねえ一回上に上がろう。一回上に上がって、ちょっとめんどくさいけど下がってこよう。え、いるんかいいなくなったと思った、早く行け。よし、このまま歩いて、え、ちょ、待って、気づかれる、早くどっか行けや。え、どっか行かねえんだけど、仕方ない。これはじゃあ強いソウルの太矢で遠距離から来たー。ちょ、詰まってる。かかり火無理か、無理だ、灯せない。決勝でいくか。130、正面に当たっちゃったからかな。横から行けば、どうしても正面に行くな。後ろから、変わんねえし、まあいいや。でもこれでかかり火はね、もうすぐそこにあるから。あ、そうか、最後倒したからか。まだあいつが近くにいるから、いや、そんなはずないよね、もう大丈夫でしょう。ダメなんだけど灯せねえんだけど、え、あいつも倒さなきゃダメ、それはめんどくさすぎるでしょう。誰が判定に引っかかってんの。逃げながら追尾する。あれイノシシがいねえんだけど、そもそもどこ行った、消えた、なんか残ってることになって
火がつけらんないのかな。だいぶ追尾のソウル使って、おお、え、どこ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 、ええ、あ、この下どどいったどないしろ中年こんなもん。一応強いソウルのようなんか打ってみる。ロックオンできんの。そうだ、ロックオンできねえし。当たる、当たってる気配はない。下に落ちたのかなんか確かにさ、なんかもしゃもしゃするなとは思ったんだよね下の画面が。ちょっとかがり火たけないのが痛いんだけど。ここもね弓打ってくるからね、慎重に行こう。で右に骸骨がいるんで、まあ、それなりに当たるか。ちゃんとスタミナ管理をしつつ、お、いいね。やっぱり、ね、もう1レベル上げたいな。ここか、あとは。こいつはよくわかんねえとこから出てくるかんない。げっ、かわされた。意外に長い突き刺し能力が。でこいつをどうする。ソウルの矢で倒すか。一発、お、一発じゃん。一体ずつ確実にいこう。ほい先っちょだったら全然余裕だな。あれ、なんかの魔法付与されてんのか。ちょっとダメージが入るね。これパリーできんの。パリーじゃねえや、致命取れんの。これはね、ダウンロードコンテンツ、魔術師だからね、ウーラシールとか行きたいんだけど。どうだ、俺が早いかやつが早いか。そもそも届かない、届かない。待って、こいつにターゲッティングが行ってしまった。ちょ、お前じゃない。もう一体ずつ落ち着いて処理していこう。で隙を見てこっちへ逃げる。あとは俺のソウルの矢が速いか、こいつのソウルの矢が速いか、どっちか。俺のが速い。ああ、まあほぼよ竹ってことは、あの月光町の矢でも多分そんな当たんないな。ちょっと打ってみる。33か、全然だな。あ、逃げた。いや、あんなところにいるよ、めんどくせえとこにいんな。こっちの敵もまだいるからね。2発か。あぶねえ。うわ、めんどくさ。ここから行こう。当たらん。いって、いったこれまたアノールロンドからでしょ。よし、ようやく灯せたよ。じゃあ先へ進んでいきましょう。おう、めんどくさい。あれ、俺のソウルどこに落っこってる。ロストしたソウルなくね。どっか行っちゃったここら辺で死んだと思うんだけど。あ、あった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 。しっかり回収しとこう。でまた左右から狙えるかな。ちょっと遠距離で行こう。ここはいて、いて。弓矢とかさ、2発食らうと死にそうになるからね。あと挟まれるのがちょっと怖い。き
っちり当てていこう。一応向こうはあるんだけど、一回捕まっちゃう？それとももう宝箱を取りに行くか。おお、ありがたい、誰か注ぎ火してくれたんだな。もうちょっとだけな、なんか魔法のロックオン距離が長ければ。うわ、あと魔法もさ、弓みたいにあれが欲しい、スコープモードみたいなのが。いるね、これそういえば。まあどうせ死ぬんだから、ここはどんどん使っていこう。あと白竜シースの前にいる謎の NPC みたいなやつ、あいつもね、なんとかしないといけないからね。これ罠だっけ。ここら辺から強いソウルの太矢を打とう。よし、いや、ヒットポイントあるね、このミミック。もう一発、まあ、強いのを使わなくても倒せたんだろうけど。結晶のナイトシールドか。結晶の盾もね、修理できないからね。でも結晶化してると受け地能力とか高いのかな。逆側宝箱あったっけ。あとはね、白竜シースの尻尾を切るのがね、めんどくさそうなんだよな。これは大丈夫だっけね。光るくさび石、そう、月光の体験はね、ドラゴンウェポンだから竜の鱗が必要なんだよね、許可するのに。で、上に上がって追尾はもう出しとこう。追尾を出しておいて、あいつが来た瞬間にロックオンかけて追尾弾を放つ。出しといてって出してねえし。よし、出しといて来るか。どっから来るんだ、暗くて見えねえ。壁に当たるとさ、これなくなるからね、結晶のやつ。ちょ、追尾が邪魔でさ、見えねえんだけど。暗い、本当に暗い。あ、来た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 。あ、でも一回、いいね。こいつ本当何なの。きっと結晶化しちゃった人なんだな、白竜シースの手によって。何も落とさなかったね。何も落としてないよね、ただの3000ソウルか。で、尊い犠牲は持ってないんで、犠牲使ってできれば呪われずに死にたいんだよね。一応呪い解くやつも持っては来たんだけど、まあ、ここに入る前に留飲を一回外して、あ、尊い犠牲持ってた。使おう。いつ手に入れたんだ。あ、持ってねえなとか思ったけど、一応やってみる。ダメージは通るんだけど、あれなんだっけ、そもそも追尾がいかねえんだけど、無駄なことしてんの。もっと近づかなきゃ追尾いかない。じゃ、強いそうで痛い痛い。なんだかよくわかんないけど、ただ呪われてはいない。どうせね、尊い犠牲の指輪とかここでしか使わないからね。よし、火をつけて
レベル1上げられるかな。技量じゃなくて履力40まで上げたいんだけどな。まだあと8も上げなきゃいけないの。履力上げとこう。少し技量に振りすぎた。でもね、体力と持久11しかないからね、相当犠牲にしてるよね。こいつ何なの本当に。ヒットポイントいくつなんだろう。1とかっぽいよね。あ、でここ開いたらまた機関のコッペンで帰るんで、この音とか嫌だ。11個かあいつ何なんだ、超謎のトカゲ兵。さて、じゃあ公爵の書庫のここは何だ、本当だ。じゃあ後ろ取れるし待てしぶとい。まあいいや、あいつらはヒットポイントが減ってると覚えておこう。いいてー。ていうかさ、左大橋の盾装備してなかったし。あ、あとあれだ、犠牲の指輪が。あぶね、超ホワイトカゴ外すとこだった。もう超ホワイトカゴ外した瞬間このゲーム積むからな相当マラソンして、とにかくレベルを上げて体力と持久を増やすしかない。ここは開かない。どこが開くんだか忘れちゃったよ。ここから狙えるのかな。当たる。よし、オッケー。お、まだいたか。後ろ取れない。バックスタブ取りたかったんだけどな。あ、で下に降りられるんだけど、まあ別に無理して降りる必要もないと思うんだよね。ここ別にパカッと開けりゃいいだけだから。でこの大したもんじゃない。あ、全然違った、大したもんだったキーアイテムではないか。別棟の鍵だから上だね、上の鍵だ。でまたどっかで鍵を取りに来てビッグハットローガンを助けに来なきゃいけないと。そんなんだったよね。で、あとここか。ここの人たちどうします？遠距離でチク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 攻撃しますか。かわいそうだけど、一応2発撃っとこう。柱に隠れている。やるな、2人当たったし。これあれだね、多分強いソウルだと一発だね、多分攻撃力的に。よし、排除していこう。悪く思わないでくれ。太陽の光の癒しと太陽の光の恵みで、ビッグアットローガンが捕まってるけど鍵がかかってるんで無理。14000たまったか。で上のトカゲ兵は結構強いからね、追尾をセットしておく。一応ここでは追尾出せないか、さすがに登ってるときは無理か。で一応セッティングだけしとこう。この影に隠れてやり過ごす。あ、来た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 。ついにもうちょっとだけね、出が早ければいいんだけど。
え、これなんだっけ。な、鍵ばっかだな。どの鍵だかわかんねえんだけど。勇敢な勇者の大きなソウル。勇敢な勇者のソウルで、こっからどうすんだっけ。結局ここまで戻されたんだけど。よし、じゃあまたレベルを1上げますか。こっから先はもう履力40になるまでちょっと履力に振ってきます。で、またこいつは来んだよね。いや謎だな。こっからソウルの矢でも撃っとく。当たってる。あ、こいつに当たってたのか。かわいそうすぎる。あ、あっちなんかアイテムっぽいの見えるけど、まあいいや、取り方が分かんない。ここが大扉で、どうせまた潜んでるんで、いって弓兵なんだよねやっぱり。さて、ここがちょっと複雑で、いまだにどうやって向こう行ったんだかよく覚えてない。少なくともこいつ邪魔だよな。後ろ取れる？あっちに行ったか。かしてからつく。で、弓兵がいるからな。これ弓食らったら絶対死ぬ。いって、よし、この位置でまた魔法の打ち合いだ。いや、ここは無理か、かわせない。消えたか。こいつ鬱陶しいな、ほんと鬱陶しい。どこ行った、向こう行った。回収できる宝箱は回収したいけど特にない。もう大橋じゃちょっと防ぎきれないな。いて、今上から来てこなかった。いって、やはりいたか。あれ、こっち宝箱何にもなかったっけ。ってことは逆側に回転させないといけないってことだね。ここから狙えないの、あの弓のやつ。狙えるな。よし、これで逆回転させて、
でまた上と下がいけるっていう感じか。どっちから攻める？下から行ってみようか。これは宝箱、光るくさび石、逆彩は何もない。じゃあ上だ。でこっち側に何かあるかって言われたら何もない。3階建てかここ全部で。でこの上へ登ってったらあれなんだよね、白竜シースがいたところなんだよね。でそうするとこっち側の敵がまだ始末できてないはずだから、まず弓兵は相当鬱陶しいから射程と同時に倒す。魔法が当たらないとこで。で向こうに宝箱がある。これ向こう側ペロってジャンプしていけばいけたよね。あいつがマジでうざい。いって、この距離であれば。あとはついた方がいいか。消えた、あっちか。まあ、足を止めなければ大丈夫。一応ついとこう。大丈夫だよね。あ、強い魔法の盾。まあ、強い魔法の盾もね、なんだかんだでは使わないからね。エンチャント系はね、ちょっとスロットもね、一つ消耗しちゃうし、そこまでの余裕がないんだよね。じゃあ、とりあえず一旦、あ、そうか、これはこれでこっち。あれ、こっちから来たの？あ、こっちから来たんだ。で、こっちから来て、そもそもこれを動かしてないと。動いてるときは当たる。いったほらほら、なんなのこいつ、本当にめんどくさいやつだな。で逆側に出てくるのか。あれでもこれはこれで始末しきってるな。で向こう側に行ってショートカット開通して鍵手に入れてビッグハットローガンを助けると。一回かがり火は触れておいた方がいいかな。あ、ここだね。まためんどくせえところだ。もうエストビンがないからな。よし、おお、びっくりした。死体が落っこってきたのか。なんか飛び降りてきたのかと思った。で、ここを開けのして、開通して、で、かがり火にまず触れよう。かがり火触れて、1万2000はちょっとな、レベル上げられない気がするんだよね。で、鍵をゲットしよう、鍵を。どっちだっけ？敵いる？卑怯者の予感。強いソウルの太矢。え、本当に？そんなことなくない？そんなことあった？いけ、早い。
基本120。回り込んで、ほんとこいつ気持ち悪いよな。魔力のファルシオン、あ、魔力系か、結構いいかもね。電動車、そうか、ここ電動車シリーズか。あれ、鍵ってどこに落っこってたっけ。結晶洞窟までは行かないよね。太矢はちょっと遅いから。どれだ、七色石。鍵がマジで分かんねえ。これ取ってないね。おお、あった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 。よし、じゃあビッグハットローガンのところへ行きますか。ちょっとめんどくさいけど。壊せねえし。またこいつらを倒さなきゃいけないのか。なんかいきなり来るからな。危ねえ。あ、大丈夫か、ここまで来れないか。いってひでえ。排除完了。で、まあ一応話しかけますか。魔術はきっと進化するよと。で、このアイテムを取ったらもう帰還のコッペンで戻ろう。お、ひもり目の魂か。そういや、そうだったね。ここにひもり目いたんだ。まあ、いたんだって言っても設定上の話だけど。で、帰還のコッペンを使いますと。でこの2万7000ソウルはビッグハットローガンから、まあ、なんか買おう。あ、そうか、これを取っておかないとね。で、ビッグハットローガン、素晴らしい、素晴らしすぎる。まあ不死の秘密とかどうでもいいんで、結晶魔法の武器、ソウルの結晶槍、たっけ追尾するソウルの結晶塊、これ欲しいね。全部で10万必要なのか。まあそもそも結晶槍使えないからな、履力が足りなくて。ただ追尾するソウルの結晶塊、これは欲しいな。3万ソウル砕こう。何のソウル砕く、まあここら辺のね、ソウル砕いちゃってもいいんだけどね。勇敢な勇者のソウルっていくつ。5000。じゃあ追尾買おう。白竜シースの不死の秘密、まあこれは聞いたんで大丈夫ですと。また戻ってきた前。じゃあ追尾をどうする。今ね、強いソウルの太矢をね2つつけてるんですよね。これは1つでいいか、追尾に変えよう。強い
ソウルの太矢、これ1個外して、追尾にしよう。ソウルの槍使いてえな。まあ、いいや。で、あとは、白竜シースの尻尾を切れるかどうかだね。ジークリンデとかどうする？一応助けとく？一回、一旦最短で行こう。あー、あのクリスタルゴーレムは厄介だからな。ちょっと倒しとこう。ジャンプされると、って全然当たんねえ。魔法防御高すぎる。逃げよう。めんどくせえけど倒した。魔法防御力が高いやつに遭遇するとちょっとどうしようもないな。月光町の槍から結晶ハルバにしようかな。結晶ハルバは使えるよね。ちょっとここはこれの方がいい。よし、じゃあ白竜シース、これなるべくブレスで誘発したいんだよね。よし、今のうちにこの尻尾のあれ先っちょ、やばいやばいやばい、バッタンバッタン来るからね。とりあえずここはまあ安全地帯。前回分かったこと。倒すだけだったら楽勝なんだけどな。一発無理か。痛え、超めんどくせえこいつの尻尾切り。
いやー、ようやくっすよ。もうようやく尻尾切って、もう白竜シースを倒すこと自体は全然大変じゃないんだけど、尻尾がね、苦労しましたね。で、もう尻尾切るのに全然ダメージが通らないんで、今回もう呪術を用意して焼き切りました、呪術で。それでもね、結構苦労しましたけれども、まあとりあえず講釈の書庫は、クリアしましたので、次は混沌の苗床ですかね。まあ、混沌の苗床も結局自分の力があまり必要ないんで、ボス倒すのに。で、4人の子は最後にしようかな。一番大変そうだから。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。